はい、こんにちは。自営業専門の税理士川南です。本日の動画の内容は、マイナンバーカード、カードリーダーがなくても電子申告をしたい方、また65万円控除を狙いたい方は必見の動画になってます。私はオンラインサロンの運営や Twitter、TikTok、Instagram もしてますので、ぜひそちらの方のチェックの方もよろしくお願いします。また個人事業向けに本を出版しました。こちらの方も合わせてチェックの方よろしくお願いします。それでは本日の内容いってみましょう。はい、それでは本日の動画は、確定申告、電子申告、e-tax の種類について動画で解説していきたいと思います。こちら本なんですけど、 Amazon や楽天ブックス書店にて発売してますので、よろしくお願いします。はい、それでは本日の内容です。まず電子申告ってどういうものかについてざっくりと解説をしてから、提出方法について具体的に見ていきます。本日のメインはこちらになります。1つ目がスマホを使って提出する方法、2つ目、 ID パスワード方式を使って提出する方法、パソコンで送信する方法、そして最後印刷して提出。このように提出方法には4種類あるよというので、順番にどうしたら65万円控除を狙えるのかについて解説をしていきます。65万円控除が狙えるのはこの 1,2,3、 スマホを使うか ID パスワード方式かパソコンで送信になります。そして最後、申告時の注意点、みんながやりがちな失敗やね、ここを気をつけてくださいねっていうのを最後注意点まとめとしてやりますので、動画最後の方までよろしくお願いします。はい、それでは電子申告についてです。一体電子申告、 e-tax って呼ばれてるものなんですけど、どういうものかと言いますと、一言で言うとウェブ上で確定申告を作成して送信までできるシステムのことを言います。こちらの作成ページを使う方が多いんではないでしょうか。もちろんね、それぞれクラウドの会計ソフトのところから送信することもできるんですけど、今回はね、この国税庁の一番ベーシックな確定申告作成書コーナーから提出方法を順番に、どんな方法で提出すればいいのかを解説していきます。まずね、こちらのページにたどり着かないといけませんので、こちらのページね、なかなか意外とね、たどり着けそうでたどり着けないという方が多いと思いますので、概要欄に URL を貼っておきますので、そちらクリックしてからこちらのページにまず飛んでみてください。そうするとこのような画面に行きまして、作成開始と保存データを利用して作成があります。この保存データを利用して作成というものは、過去のデータとか、あと仕事に戻らなきゃいけないという時にデータを一旦保存することがあるんですけど、そういう時はこちらから再開をします。今回このね、作成開始の方から行くという流れで行きます。前回の動画でこちらの使い方動画っていうのを実際の画面を使ってやってますので、もしそちらの方が気になるよって方は、そちらの動画の方合わせてチェックしていただくと、より理解が深まると思います。それでは順番に提出方法を見ていきましょう。はい、それでは提出方法についてです。1つ目の方法です。スマホを使う方法です。電子申告するときに、マイナンバーカードとカードリーダー、この2つが必要になるんですけど、カードリーダーがないよ、もしくはね、買いたくないな、持ってないよっていう方は、スマホを使う方法で上限65万円を狙うことができます。こちらはどうやってやるかというと、スマホでマイナンバーカードを読み取る方法になります。こちらは令和3年分の申告からパソコンで申告書を作成して、スマホのアプリをダウンロードして、 QR コードが出てきますので、この QR コードを読み込んで送信をすることが可能になるというものです。後ほどもう少し詳しくやります。そして2つ目の方法があります。2つ目は ID パスワード方式と呼ばれるものです。こちらはマイナンバーカードもカードリーダーも両方とも不要になるんですけど、その代わり事前に税務署に手続きが必要となります。これも後ほど動画で順番に、1番が終わった後2番を解説していきます。それではもう少し詳細を見ていきましょう。はい、それでは1つ目のね、スマホを使う方法です。要はスマホを IC カードリーダーライトの代わりとして使う方法を解説します。まずパソコンの操作なんですけど、作成コーナーのトップ画面あったと思います。こちらからこの作成開始をまずクリックします。そうすると提出方法の選択が4種類出てきます。1つ目、2つ目、3つ目、4つ目ですね。こちら出てきますので、今回スマホで IC カードリーダーの代わりに使うときには、この一番左のものを選びます。マイナンバーカード方式というのをクリックして選んでください。そしてスマホによっては対応していない機種もね、あるみたいですので、もし対応していない機種、カードリーダーの読み取りができないということになります。でこちらにスマホの対応機種はリンクから確認ができますので、皆さんのスマホがね、ここで対応してるかどうかっていうのを事前にチェックしてから進んだ方がいいかと思います。そしてこちらの1つ目のこのね、マイナンバーカード方式というのをクリックすると、こちらの画面になります。作成する申告書の選択を聞いていきます。そこで皆さんね、個人事業の方は2番目、この青いところをクリックすることになるかと思います。もしね、会社員の方で給与だけしかないよって方は、
この赤い方にを選びますというように、今回は個人事業主という前提で動画の方を解説していきますので、こちらの青いところをクリックして選んでください。でこちらの方をクリックしますと、作成する申告書が選択されます。次この画面に切り替わります。そうするとここでマイナポータル連携の選択を聞いてきます。連携しますかしませんかってことですね。今回連携するになりますので、マイナポータル連携の方、連携するをクリックしてください。そうするとアプリのインストール画面に来ます。ここでね、ご利用のための事前準備を行いますって表示の下をスクロールしていってもらうと QR コードが出てきます。でこれそれぞれ iPhone 版はこちら、 Android 側はこちらっていう風に QR コード2つ出てきますので、自分が使っているスマホ該当する方の QR コードを読み取ってください。そしてマイナポータルアプリをインストールします。アプリのインストールが完了しましたら6の画面に進んでください。インストールしたアプリを起動して二次元バーコードを読み取ります。こちらですね、アプリで二次元バーコードの読み取りをします。そして次のページにはスマホの操作に行きます。スマホの操作の解説になります。先ほど言ったようにアプリで二次元バーコードを読み取った後の話ですね。こちらのマイナポータルっていう風にウサギのマークが出てきますので、ここをクリックして起動させてください。でこちらのように順番にスマホの操作をしていってもらって、最後こちらね、マイナンバーカードの数字4桁パスワードを入力するって画面が来ますので、そちらの方にねパスワードを入力して次をタップします。ここですね。そうすると画面案内に沿ってマイナンバーカードをセットして読み取り開始っていうのが出てきますので、セットしてマイナンバーカード読み取りを開始して、読み取りが完了しましたよって無事終わりましたら閉じるをタップしてパソコンの画面を確認します。そうするとこちらの読み取り完了のサインが出ますので、マイナンバーカードの読み取りが完了したことを確認できましたら次へと進んでください。そうすると申告書の作成に飛べます。要は先ほどのページに戻ってくるってことになります。そうするとマイナンバーカードしかなくてカードリーダーがないよっていう方は、スマホをカードリーダーライターの代わりとして使って電子申告 e-tax で送信をすることができて、上限65万円をもらえるという方法です。もしこれね、マイナンバーカードもあるし手元にカードリーダーがあるよって方は、このような方法をせずに先ほどの確定申告の作成コーナーから進んでいった方が早いので注意してください。それでは次に2つ目の方法を紹介します。2つ目の方法は ID パスワード方式と呼ばれるものです。これはマイナンバーカードもカードリーダーも不要になります。でもこれは事前に申請手続きが必要となりますので要注意です。どういったものが必要になるかというと、税務署の職員と対面による本人確認が必要になります。ですので税務署に出向いてもらって、また身分証明ができるもの、例えば運転免許証などの書類を持参して、こちらね今画面に出てるんですけど、この ID パスワード方式の届出を作成して送信すると、このような用紙がもらえるかと思います。でこちらに利用者識別番号とパスワードが書いてありますので、この ID とパスワードを使って電子申告をすることができます。じゃあどっからね ID パスワード方式をするかと、ちょっとスライド戻りますと、先ほどねスマホをカードリーダーに使うときはこちらの1つ目クリックしたと思うんですけど、こちらに ID パスワード作成っていう3つ目のところがありますので、こちらをクリックしていただくと ID とパスワードを入力して電子申告ができるという画面に進んでいきます。でそこでもう1つお知らせなんですけど、この ID パスワード方式っていうのはウェブからでも申請はできるんですけど、その場合マイナンバーカードがいることになってしまいます。ですのでね、マイナンバーカードもなくカードリーダーがないよっていう方は直接税務署に行って本人確認をした方が早いんじゃないかなと思います。もちろんねどうしてもねコロナの関係でね外に出たくないよっていう方は、マイナンバーカードがある方はこの ID パスワード方式ウェブ上でできますので、ぜひご利用してみてください。そしてここ一つ注意点なんですけど、やはりね申請して手続きをするっていうことには少し時間がかかります。今ね ID パスワードもらったから、じゃあもうすぐにできるかっていうと、そういうわけではありませんので、事務手続きの方がありますので、注意点としては余裕を持ってください。もし ID パスワード方式使いたいなって方は、この動画見てすぐにアクションを起こした方がいいかと思います。はい、それでは3つ目の提出方法に行きます。こちらパソコンで提出するってものですね。要はパソコン上で確定申告書を作って電子申告 e-tax をするという方法になります。これが一番オーソドックスというかベーシックな方法だと思います。実際の画面の解説動画は前回のね先週の動画で出してますので、そちらの方をぜひチェックしてみてください。そして4つ目です。これは65万円控除にはならないんですけど、マイナンバーカードもないしカードリーダーもないしパソコンも使えないしっていう方は、やはり昔ながらの方法で印刷して提出するという方法になります。こちらは税務署に直接持参する、もしくはね24時間受付可能の受付ボックスっていうものが置いてありますので、そちらの方に投函するのもありですし、受付にねきちんとね出しましたよっていう受領印ですね、主受印というものをもらうのもありだと思います。そしてもう一つ、郵送する方法でも OK です。郵送
送する場合は郵便局の消印が提出した日とみなされますので、きちんと3月15日までに郵送するようにしてください。そして気をつけないといけないんですけど、税務署も郵送もそうなんですけど、提出してしまうと自分の方に控えをね残すことができませんので、もしね直接持っていく場合には2部作成をして、1部は自分のもの控えとして持って帰る。で、郵送する時も返信用封筒を入れて控えと提出用と2つ入れて、返信用で自分の方に出しましたよっていう証拠として戻してもらえるようにする方が安心です。必ずこれねしないと、いざ何かの時に確定申告書がいるよ、補助金や給付金で今使うこと非常に多いですよね。その時にいざ手元にないっていう風になりますと、またねいちいち税務署の方に問い合わせして控えの方って出してもらえませんかっていうと、またすごく面倒くさい手続きが待っているんですよ。ですので必ず皆さん控えは自分の手元に置いておく、もしくはね提出前に同じものを印刷しておくなどなど対応を必ずするようにしましょう。そして万が一の時のために、この郵送する場合は簡易掛け止めなど何か証拠に残るようなもの、まあ要は出しましたよっていう風に後でね証拠に残るようなもので出すことをお勧めいたします。今ね4つの種類紹介しましたけど、3つの方法までが電子申告 e-tax になりますので、上限の青色申告控除65万円がもらえます。印刷して提出をすると55万円控除になりますので、そちら記載ミスのないように気をつけてください。控除額の記載のところね、その金額ミスのないように、間違いのないように記載をしてください。はい、そして確定申告後の注意点です。これ皆さんやりがちなんですけど、データは必ず保存をしておきましょう。これはスマホでする場合もパソコンでする場合も同じです。データは必ず分かる箇所にね保存しましょう。保存したはずなんだけど、後々ね来年また1年後になって探せないっていうことは本当あるあるですので、必ず自分で探せるように、もしくは分かるところに保存をかけてください。2つ目の注意点、申告書の控えは印刷または保管をしておきましょう。こちらもねいざという時にね控えがないというふうになると困りますので、必ず控えも印刷しておくか保管をしておきましょう。新型コロナウイルスによってね補助金や給付金ってなりますと、必ず確定申告書が必要になりますので、すぐ出せるようにしておくのが賢いと思います。そしてこれ皆さんね大変だと思うんですけど、今確定申告終わったところでとね、まだ経理どうやったか覚えてるじゃないですか。覚えているうちに令和4年度の経理をすることをお勧めします。例えばね確定申告書3月15日に出しましたってなった時には、もう令和4年度の経理って実は1月2月3月中旬まで溜まってる状態なんですね。ですので覚えているうちにやると、今度次回の確定申告は楽になりますので、この経理を溜めないっていうのが本当に大事な、今ここで踏ん張ると次の年の自分が楽をすることができるんじゃないかと思うので、皆さんせっかく終わったっていう気持ちあると思うんですけど、ちょっとね気を抜かずもう少し粘って踏ん張ってみるのはどうでしょうか。これが経理を溜めないコツの一つです。はい、確定申告動画の方があります。もうちょっとね記入方法を教えてほしいとかね、もう少し具体的にどうやって用紙を書けばいいのかっていう方向けに、確定申告について基本からじっくりと分かりやすく解説した動画があります。これ去年の動画なんですけど、順番に見ていただくと理解度が上がるかと思います。入門編、知識編、そして実際の用紙の記入方法、1枚目2枚目3枚目4枚目という風にね用紙ごと全て解説をしております。またセミナー形式の動画がいいよっていう方は、こちら喋り口調で進んでいきますので、ゆっくりじっくり確定申告書を一緒に埋めていくことができるかと思います。ですのでこちらの方がいいよっていう方はセミナー形式の動画ぜひご覧になってください。また自分は青色じゃないんだけどっていう方はね、ちゃんと白色申告の書き方カバーしてますので、こちらの動画チェックしてみてください。はい、出版した本のお知らせです。 Amazon 楽天ブックスで発売中です。書店でも大きい本屋に置いてあるみたいです。あと Kindle 版がどうやら出るみたいですので、 Kindle 版を待っているって方はねぜひよろしくお願いします。もしサイン本が欲しいよっていう方は、税理士川南のベース URL から飛べるようになってますので、そちらの方でも販売しています。 Amazon の税金ランキングでは常にランクインしてますし、 Amazon レビューもすごくいいので、ぜひ Amazon レビュー参考にして購入の方お願いします。内容についてなんですけど、 Q&A 形式になってます。要は一問一答で質問やね疑問に思うことをギュッと一冊にまとめた本になってます。順番にこのような流れで Q があります。例えばねここにサンプル載せておきましたけど、青色申告がいいって本当、どうすれば青色申告できるのなどなどね、このレシートの保管方法から、またスタッフを雇う時にはどんな手続きをすればいいのかなどなど、必要なことをギュッとまとめてありますので、この一冊があればね起業から経理節税までできるようになってますので、ぜひご検討の方お願いします。
私はオンラインサロンを運営しています。3つメリットがあります。オンライン上で、ね、税理士を雇うということで、1つ目のメリットがオンライン上で質問や相談をすることが OK です。これは Facebook の非公開グループで運営をしています。そして2つ目、定期的にサロンズームを開催しています。ズームで私に直接質問や相談をできますし、メンバー同士の交流もできて、異業種交流ができるということで大変好評です。そして3つ目、税理士の裏側を公開しています。 SNS での集客方法、普段私がねビジネスどういうことを考えてしているのか、経理や税金の新しい情報などなど、オンラインサロンのみだけに投げている情報たくさんありますので、ぜひオンラインサロンの方を検討してみてください。概要欄に URL 載せてありますので、そちらから飛べるようになっております。はい、というわけでこの動画では個人事業向け、フリーランス向けに役に立つ情報を動画で投稿しています。チャンネル登録ぜひお願いします。高評価ボタン、あと感想やコメント全部目を通してますので、いただけると大変励みになりますので、よろしくお願いします。またインスタグラムは 1.4 万人、 Twitter もやってますし、 TikTok はフォロワーが6万人になりました。 URL から飛べるようにしてますので、他の SNS も覗きたいなって方はぜひクリックして飛んでみてください。はい、それでは本日の動画の内容は以上になります。はい、それではいつも動画最後の方まで見ていただきありがとうございます。税理士顔見の水下、確定申告時期一緒に頑張りましょう。それではまたの動画でお会いしましょう。それではまた。